今回のオンボード映像は開幕戦での、500クラスの、3番手を獲得した牧野選手のオンボードを、隅から隅まで見ていろいろ分析したいなということで、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、これは岡山の予選の牧野選手のポジションを決めるアタックですね。はい、Q2 です、うん、これ行く前の心理的にはどうだったの？なんか僕この予選が朝のフリー走行で、まあ、ちょっと僕走り出し担当してたんですけど、うん、ちょっと全然うまくいってなくて、うん、まあ、予選ラップタイム Q1 のラップタイムと比べても、うん、僕のベストタイム朝がもう2秒落ちとかそれぐらいだったんで、うん、まあ、正直まあよくわかんない感じだったので、うん、まあ、とりあえず手探り感はあったけど、ね、はい、そうですね、もう出たとこ勝負みたいな感じでした、うんうん、で、まあ、今これからウォームアップランに入っていくんだよね、ここね、はい、で、まあ、おそらく最初から想定で、何周目にアタックっていう決めていく中で想定でタイム上げていくんだと思うんだけど、はい、まあ、その温め方の難しさみたいなのはある？そうですね、まあ、岡山比較的あったかくなった方だと思うんですけど、うんうん、まあ、この時選んでるタイヤも、まあ、どちらかというと固めを選んでたんで、うん、まあ、決してウォームアップが良くはなかったんで、うん、まあ、予選とはいえアウトラップ、まあ、そんな攻めるわけじゃないですけどレースみたいに、うんうん、ただ、まあ、あんまり温まり自体良くないんで、まあ、慎重にって感じですかね、うん、特にアウトラップは、うん、まあ、そうだね。で、まあ、多分そのまあ、これは深い話をするとね、さっきとやっぱり右回りだったりすると当然左側は熱は入れやすいけども、はい、右側のタイヤに熱が入りにくいみたいな、そうですね、細かく言うとあるんで、はい、まあ、そういうのも想定しながらその左右もそうだけど前後の温め方を間違えるとフロントタイヤがいい状態の時にリアが良くないとか、ね、ということも起きるんで、まあ、それをまだ岡山は、ね、まあ、そのウォームアップの観点で言うと、うん、温めやすいですね。富士が一番、うん、そうだね、左側ね、左側結構、はい、だし、あのホームストレートで冷えちゃう部分もあるんで、うんうん、で、まあ、この岡山で言うと、まあ、結果的にだけで言うとアウト、ウォーム、ウォーム、ウォーム、はい、そうですね、ウォーム3周入れてプッシュ、プッシュ、プッシュの想定がね、はい、うん、で、まあ、今こう出てるけど48秒ぐらいから始まって、はい、もう多分今のアウトラップだとダブルヘアピン立ち上がりでもホイールスピンしてたんですけど、うんうん、多分もうこの瞬からはもう立ち上がりでアクセル踏んでも、まあ、そんなにホイールスピンはしない、 ある程度トラクションがかかり始めたぐらいの、はい、そうですね。で、この時で言うと前後で言うとどんな感じだったの？まあ、基本的には後ろの方が温まりはまあ早くて、うんうん、前がちょっと遅いかなっていう感じでした。まあそうだね、はい、当然リアクドーンの車はそういう傾向にはあるよね。で、これ今映像には映ってこないけど当然もちろん前もそうだけど、はい、後ろ他にアタックしてる車いるから、そうですね、まあ、その辺も気ぃ使われてるからね、まあ、うん、無線とかで他の車がどこ走ってるとか、うん、そういう情報はもらいながら、うん、後ろ何秒離れてて、うん、前は何秒空いてるよっていろいろもらいながら、まあ、ただ Q2 なんで、うん、台数がね、はい、台数が少ないんで、ね、Q2 は走りやすいです、うんうん、まあ、でもこの辺の感じになるとあ、なんかいけるかなとか、なんかあるよ ね、 まあ、そうですね、なんとなくは分かってきますね、うんうん、で、この辺の感覚を大事にしつつ、じゃあアタックラップに入った時に例えばブレーキどの辺まで行こうとか、はい、ボトムどのくらいで行こうとかみたいな、なんか想像していく、そうですね、ラップだよね。で、まあ、これで言うと、まあ、さっきも言ったんですけど僕は朝のフリーがまあ全然タイム的にも速いラップが走れてなかったんで、うんうん、この状態から朝のベストから2秒は、はい、速く走るってなった時に
今これウォーム2周目なんですけど、もう次なんですよ、ね、この次のウォーム3周目を、まあ、これは事前に予選、うん、僕が予選行く前に、まあ、チームと直樹さんとも話してて、まあ、僕が朝の段階からだとかなりタイムアップしちゃうんで、まあ、多分結構感覚的なズレが大きいから、このウォーム3周目こうアタックラップの前の週ですよね、を結構もうペース上げて、普段そのアタックするぐらいのブレーキングポイントでブレーキ踏んでみたりとか、すごい早めの情報を得るっていう、ね、はい、でウォームを入れたんで、まあ、それは良かったかなと思いますね、この次の週なんですけど、でそれがちょっと間違えると瞬間に的にもロックとかね、そんなのが起きるともう結構タイヤ痛めたりもするしね、非常に結構タイムアタックする準備としては大事なラップになるね、この週は、もうやっぱ、ウォーム2周目になるとホイールスピンはもう全くしないんで、あとはフロントがどの程度のレベルまで、ね、まあ、正直温度的にはまあ結構上がってはいるんですけど、実は温度を見ながらタイムアタックしてるってことだね。そうですね、まあ、もう常にタイヤ温度は見ながら、内圧は見ながらっていうことだよね、はい、でこのウォーム3周目はもう結構もうかなり攻めたウォーム3周目、かなりペースを上げたウォームラップなんで、まあ、その予選のアタックに近い感覚で走って、いきなりこうブレーキバンっていくよりかは速いウォームを入れた方が感覚がつかみやすいんで、安心感もあるもんね、はい、これ見てもらってると多分意外と普通に走ってるじゃんと思うぐらいなんですよね、ちょっと蛇行は入れますけど、確かにね、ブレーキングポイントとかそれ以外は結構普通に走ってるんですよ、そうですね。でこの辺からちょっとなんとか集中力を高めていく、まあもう次アタックっていうのは決まってる、決まってるからね、はい、で前後の感覚と確かに見ながらね、はい、まあ、特にフロントタイヤをちょっとでも熱が入るようにっていうのは、今このダブルヘアピンでフロントがスーッと逃げたりするとやばいっていう感じですよね。そうですね、まあ、もしそうなったらアタック行くのすごい嫌ですね。嫌だよね、はい、あ、いや結構来てるね、はい、いい感じだね。今のもマイクナイトですごい跳ねたりするんで、どれぐらいかちょっと見といてもらって、でこの週から当たりますか、とはいえやっぱアタックってなるとかなり攻めていったら、さっきみたいにこうちょっと行き過ぎてこう跳ねたりっていうのがあるんで、特にねここの1コーナー、はい、ちょっとバンプがあるんでそれに乗っかって、まあ、やっぱり大事なのは大きなミスをしないっていう、ね、そうですね、今良かったね、はい、まあ、車のバランスはすごい朝から良くなってたんで、ここは、まあ、直樹さんの Q1 のコメントも聞きながらうまく、まあ、アジャストしてもらえてたんで、やっぱりねそこが今の GT カーすごいね、データからのね、そうですね、ートバックを、少なくともここの時点では大きいミスはないよね。そうですね、まあ大きいミスは正直なかったんですけど、このアタックは、まあただやっぱりこういきなり僕が全然経験してないタイムの予選になっちゃったんで、ちょっと全体的に行き過ぎちゃった部分はあるんで、なかなかそれをね映像だけで読み取るのは、ね、そうですね、なかなか難しいんだよね、まあ、オンボードも見ながらじゃないと分かんないですよね、これだね、これアタック2周目です、2周目ね、まあ、正直アタック2周目の方が内圧、まあ、タイヤ温度ともに、まあ、上がっちゃってはいるんで、タイヤの美味しいグリップ自体は正直ちょっと 薄くはなってるんですけど、ただまあ自分のちょっと慣れとかそういうので、まあ、ちょっとタイムアップはするんですけど、まあ、実感としてはってことだね。そうですね、まあ乗ってるフィーリングでいうと、もちろん計測1周目アタック1周目の方がグリップ感はあるんですよね、グリップ感もあるし、はい、アタック感もあったってことだね。岡山はこの今のヘアピンから左1個目がすごい難しいんですよね、すごい後ろが軽くなったりする、ちょっと軽くなりつつステアリングも切り込んでいかなきゃいけないとか、はい、車のバランスもセクター1に合わせると高速コーナー寄りになって、セクター3このダブルヘアピンとかに合わせると低速寄りになるので、まあ、どっちを取るかなんですけど、確かにね、サーキット特性だね、はい、
結果的に、あでもまとまって、はい、これがベストラップにはなりましたね、うんまあ、多少ですけど、うん、本当、うん、数秒ですけど、なんかまあ結果的にはねポールポジションではなかったけども、まあ与えられたミッションはちゃんとやったなっていう印象だったけど、はい、はい、まあそうですね、あの、まあ、ちょっと難しいシチュエーションではありましたけど、うんまあ、最終的に3番手、うんをまあ獲得して、まあ、そこからのスタートっていうことになったんで、まあ、全体的には悪くない予選だったかなとは思います、うんうん、皆さんがこう外からの映像でわからないこと、うん、その中ではこういうことをやってるんだっていうのが、うん、あの少しでも分かってもらえたら嬉しいです。